皆さんこんにちは、ペソでございます。信長ね、もう確信ですね。何回目だろう53回目かな、間違ってた、ごめんなさいね、いつものようにはい、やっていきましょう。前回ここで駿府を取りまして、修復も現在かけてる最中ですね。で、学者がね、結構変わってきてますので、あとは技術ね、どうしようかな。あ、金山あるんやな。足軽をね、どっかで技術を上げていきたいというのが、あるんですけど、技術は、ああ、派遣中か。そっかそっか。まあ手っ取り早いのは清須に人集めてやるってことですよね。B でいいのね。B クラスを3人。だって A か。足りてないんだ、この辺になるとね。もう一個だから、足軽の研究所が欲しいですね、学者。まあ2ついっときましょう。これ篠原さん無理だっけ、また。ああ無理やな。ああもうここまで上がると厳しいね。志賀さんがいる。志賀さんどこ？小谷城。畠山さんも。
あ、一条ダイン。あ、これはスカウトしましょう。あ、向井さんもいるやん。ね、つ、つらたつさん、つらたつさんだっけ名前が。あ、そうだ、合ってた。はい、向井さん、はい、上田さんで。と言いましたね。志賀さんか。全開しちゃってるからね、待ってたら多分感じかな。
あ、奥村さんも B か。ちょっと入れ替えよう。誰に失敗？ああ。志賀さん。うん。
がほぼほぼ終わっちゃってるんで、あ、まだでも蘇我苗があんのか。新薬とね、まあ無理やな。足りなくなっちゃった出た。時間が、ああもうちょいで20分ですね。あ、そうか、お金がないんだもうあかんねえとりあえずそうですね、スカウトできるかだけ確認して終わりましょうか。
さあこんな感じでしょうかね。まあお金もちょっと増えましたんで、まあごめんなさいね、ちょっとあんまり進展なかったですけどね、この辺でちょっと終わらせていただきます。今回もご視聴ありがとうございました。それではさよなら。